ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。ねえねえマリサ、最近ちょっと恐ろしいニュースを見たのだけど、軍事ドローンが新しい戦争の時代を作る、みたいな、恐ろしい記事をネット上でよく見かけるのよね。あれってどういうことなの？ああ、去年の9月からかなり話題になってるやつだな。これはだな、2020年から発生している、アゼルバイジャンとアルメニアの争いにおいて、アゼルバイジャン側の AI ドローンが活躍し、アルメニア側の戦車をカンプナキまでに叩きのめした、という事実に起因しているぜ。軍事ドローンという新兵器が、旧世代の戦車を圧倒したという点で、歴史的に見ても大きな転換となる可能性がある。という事実に基づいた話だぜ。それこそ日本史で例えるなら、長篠の戦いのように、武田騎馬隊が織田鉄砲隊に壊滅させられたのと同じく、戦争のあり方を変える、重大な転換期が訪れる可能性があるんだぜ。もしかしたら、戦争の最前線には人間が登場せず、すべてドローンに置き換わり、銃や戦車などがなくなってしまうかもって感じだ。予想以上に大変な出来事なのね。一体、アゼルバイジャンで何が起きてるのかしら。ということで本日は、戦争の歴史を変えるかもしれない次世代最強の兵器、AI ドローンについて解説していくぜ。私の持ってるコレクションたちが、もう過去の遺物となってしまうのね。なんて悲しい。まあ、時代とともに兵器も進化するしな。とりあえず始めていくぜ。よろしくお願いします。さ、ということで今日のテーマは、戦争の歴史を変えうる最新兵器、軍事ドローンについて解説していくぜ。そもそもアゼルバイジャンとアルメニアの戦争ってのを、ほとんど知らなかったんだけど、何が今起こってるの？そうだな。まずは軍事ドローンが活躍する舞台となった、その戦争について話をしていこうか。この戦争は、ナゴルノカラバフ紛争と呼ばれており、先ほどから話している通り、アゼルバイジャンとアルメニア間で発生した戦争だ。日本に住んでると全然実感湧かないけど、近代になってもまだ戦争ってのは発生するものなのね。まあ、日本のような単一民族国家だと、発生し得ない問題ではあるからな。アゼルバイジャンとアルメニアの紛争は、歴史的に見ても解決しがたい問題の一つなんだぜ。ほう、簡単に言うとだ、アゼルバイジャンとアルメニアは隣接した国家で、アゼルバイジャンにはアゼルバイジャン人が、アルメニアにはアルメニア人が住んでいた。だが、アゼルバイジャンの領土である、ナゴルノ、カラバフ地方のみ、アルメニア人が多数を占めていたんだ。こういった背景もあり、ナゴルノ、カラバフ地方は、アゼルバイジャンからの独立を宣言するも、アゼルバイジャンはそれを認めていなかった。その関係性は30年も続いており、争っていた期間を含めると、何百年という単位になるんだぜ。なんでアルメニア人が多い地域が、アゼルバイジャンに組み込まれてるの？これはまた難しい話になるな。先ほども語ったように、この二つの民族は歴史的にずっと争ってたんだが、1921年になるとソ連が両国を支配下に置き、ソ連の決定の下で、ナゴルノ、カラバフ地方はアルメニア領土となった。だが、これにアゼルバイジャンは猛反発。アゼルバイジャンの対立を危惧したソ連は、先ほどの決定を撤回し、ナゴルノ、カラバフ地方をアゼルバイジャンに組み込み、ナゴルノ、カラバフ自治州として認めることに決定した、という背景がある。でもそうすると、アルメニアがめっちゃ怒りそうだけど、まあそうなるわな。この決定に対し、アルメニアもナゴルノ地方に住むアルメニア人も、到底受け入れられない。こうして相変わらず争いは繰り返される中、1992年、ナゴルノ、カラバフ自治州の最高議会は、ナゴルノ、カラバフ共和国として独立を宣言。これに常時アルメニア軍はアゼルバイジャン領に侵入し、アゼルバイジャンを劣勢に追い込み、1994年の停戦合意時、ナゴルノ、カラバフ共和国は、国際社会にはその存在を認められないものの、事実上アゼルバイジャンからの独立を果たしたんだ。1990年代後半、そして2000年代と、衝突はずっと絶えなかったけどな。なるほど。ということは、今回発生した戦争というのは、アゼルバイジャンが仕掛けたものということ？これに関してはアルメニアもアゼルバイジャンも、敵国が先に仕掛けてきた、と主張しているが、まあ、アゼルバイジャンの目的が、失われた領土の奪還にあったことは間違いないだろう。そして、この戦争の結果アゼルバイジャンは、失われた領土の3分の2を奪還することに成功。アゼルバイジャン側の勝利に終わったんだ。このアゼルバイジャンの勝利の立役者となったのが、動画の冒頭で話した最新兵器、軍事ドローン、ということだぜ。特にこの戦いで活躍したのが、トルコ製のドローン、バイラクタル TB に、イスラエル製のドローン、ハロップ、この二つだな。マリサ、写真間違えてない？これはただの戦闘機か航空機じゃん。ドローンの写真じゃないわよ。いや、実はこれで合ってるぞ。おそらく霊夢のイメージしているドローンは、こういうやつだろ。そう、これ。これ実は一回だけ操作したことあるんだけど、操作性高くて結構難しいのよね。ラジコンのようにはいかなかったわ。
実はこの二つ、どっちもドローンで間違いないんだ。日本の航空法第2条でのドローンの正確な定義は、無人であり、遠隔操作または自動操縦で飛行できる、200g 以上の重量の機体、とされている。だからまあ、無人で飛べたらドローンってことだな。あ、そうなのね。じゃあ、この二つは私のイメージ的には、無人航空機ってことね。まあそういう言い方した方が理解しやすいかもな。特に今話題となっているのは、トルコ製のバイラクタル TB2 なんだぜ。これは何がそんなに優れてるのかしら？バイラクタル TB2 が世界中に流しれ渡った理由は、主に2つある。第一に攻撃精度の高さだぜ。このドローンは最大離陸重量 630kg と極めて小型ながら、極めて高性能な機能を持っているんだ。まず、その1つは、精密レーザー誘導爆弾 MAM だぜ。名前から強そうなんですが、私の中の中二病がうなりを上げているわ。レーザー誘導爆弾ってのは、レーザーを対象物に照射し、そのレーザーの反射光を受光して位置を特定、爆弾につけられた誘導翼を操作することで、正確に対象物を攻撃できるという、近未来兵器の一つと言えるんだぜ。特に、トルコ製のレーザー誘導爆弾は、世界の中でも非常に高性能と言われており、今回の戦争の勝利に結びついた。直接的な原因の一つにもなっているな。この誘導爆弾だけでもかなり強そうな印象ね。だがもちろんそれだけではない。MAM を搭載したバイラクタル TB2 は、高度6000メートルの位置から正確に攻撃を仕掛けてくる。アルメニアの防空システムでは、上空5000メートルまでしか対象範囲に入っておらず、アルメニア軍はさらなる高度から攻撃を仕掛けてくる。この無人戦闘機に太刀打ちできなかったんだ。そしてバイラクタル TB2 が搭載した機能がもう一つ、高性能 EOIR センサー MX15 だぜ。なんだこれ？カメラ？高性能なカメラってことかしら？この MX15 はカナダのウェスカム社の製品であり、赤外線、フルスペック HD カメラ、暗視カメラ、レーザー測距器など、マルチセンサーの搭載が可能であり、GPS 機能と連動して撮影対象の位置情報を取得し、さらに目標座標にカメラを自動的に向ける GEO 機能や、赤外線画像をコンピューター処理して鮮明にする機能など、非常に有用なマルチセンサーなんだぜ。ふむ。なるほど。MX15 で正確に敵兵器の位置を特定し、アルメニアの防空システムでは防御できない。上空6000メートルの位置から MAM で攻撃を仕掛けるという、そんな攻撃を行ったということね。これは、アルメニア側は苦戦したでしょうね。苦戦どころか、この兵器に対してアルメニアは、ほとんど太刀打ちできなかったんだ。このバイラクタル TB2 は、今回のナゴルノ、カラバフ紛争において、大いに活躍し、世界中にその名が知れ渡ったんだ。そのおかげと言ってはなんだが、バイラクタル TB2 は急速に売れ始めているんだぜ。なるほど。人が搭乗しなくても十分な精度を誇るのであれば、確かにその魅力度は高いわね。でもなんか、ドローン対ドローンなんて、ゲームで戦わせてるのと変わらなくなるわね。現実の戦争がゲームのようになってしまう。そんな恐ろしさすら感じてしまうわ。ちなみに今回の戦いで活躍したドローンは、これだけじゃないんだぜ。バイラクタル TB2 と共に活躍した最新兵器、イスラエル製の対レーザー無人航空機、ハロップ、通称、神風ドローンだぜ。神風ドローン？神風ってことは、特攻的な、お察しの通りだぜ。このドローンの目的は神風ドローンの名の通り、ただ一つ、自爆特攻だぜ。ハロップは完全自立運航が可能だ。アルメニア防空網のレーダーを感知、特定、自ら突っ込んで敵の防御基地を破壊するという、まさに自立型ミサイルのような働きをしてるんだ。ちなみに、神風ドローンという通称は、もちろん第二次世界大戦の神風特攻隊から来ているぜ。今や世界的に神風ドローンの名は知れ渡ってきはじめ、この自爆特攻ドローンも、新しい時代の幕開けを示唆する。そんな兵器になりつつあるな。これもまた恐ろしい話ねえ。こんなの予算さえあれば、いくらでも敵主要基地に特攻させられるんだもんね。より優秀な迎撃システムの用意が、今後の鍵になってくる気がするわ。先ほども話したように、これらの無人戦闘機たちは、今回の紛争で大いにその活躍を見せ、世界中の軍事関係者から注目を浴びることになった。多くの国が実験的にデモ導入を開始しており、時代が進むにつれ、前線で戦う戦車とかは今になくなるかもな。ということで、今回の動画は以上だぜ。このチャンネルは今回の動画のように、ちょっと怖いけど知っていると役立つし面白い。そんな兵器、歴史、出来事を解説しているぜ。友達や周りの人に、ちょっと物知りで知的だと思われる。そんな知識をこれからも投稿していくので、ぜひチャンネル登録をしてくれると嬉しいぜ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。